行きます。よーし、かっこよすぎるだろう。グーランド寄ってきた、寄ってきた。よし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 。いやまあでもこれだけ池山十分でしょう。あと1回当たればもう間違いないですね。プラスはもう間違いないなというか、もうマイナスになる前にやめるけどね。あ、ボタンいっぱいある。うわ、赤まで行った、赤まで行った、赤まで行ったぞ。今んとこ今日はチャンスらしいチャンスは全部当たってます。うわ、8777、強い強い強い。赤オリュープラシカ、松風、松風スタンバッター、これ相当強いぞ。まだ229回転目。うわー、金文字出ました、前田様で。まあギジルでしょ。だギジ、これギジ2まで行って、ギジ3まで行って、まだ松風スタンバってたらもう大丈夫。あー、まだいる、まだいる、まだいる。ほら、当たったな。ごめんな、なんか今日完璧だな。お、ここで金が絡まない。絡むんだよな。いや満足じゃないです。ケイさん一応頼みますよ。ちょっともうちょい強いやつに、そこはなんとか。うわ、さすがに大丈夫だろこれ。6点ここでな、抗議が出ました。ここでね、8点だったらもう完璧だったんですけど、まあもちろん7点ならなおよし。松風がまだいるもんね。おー、キセル、キセル、キセル。はい、震えました。まだ ST 抜けて100回転ぐらいですよ。あ、シュメだ、シュメ。ここで出てきてバリー赤か。まあでももうここはいいです。いきます、229回転目。よーし、完全にリベンジ果たしましたね。3回目。ああ、気持ち、ああ、気持ち。さあ、三連続で取ろう。青だ、まずい、まずい、まずい。ああ、ああ。飛びつかけて、キュイーンって、ああ。ああ。最後に取っちゃったか。ダメな方取っちゃったか。まあいいです。時短もあります。それがケージのいいところ。これ抜けたら行きましょうか。おろろ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 、おいちょいちょいちょい、止めるよ。時短中はしっかり止めるよ。いや弱いか。
いやでも時短中はねリーチかかるだけでチャンスアップなくてもストッと来たりするから。あーダメか。来い。あー時短生かせず、まあ贅沢は言えないですね。いやーやっとなんか心穏やかにお昼ご飯食べれますね。あーすげえ眠くなってきた。やっぱもう一発当てて締めたいっすね。言うまでもないですけどやっぱ ST で締めたいね。一応もうほぼプラスは確定してますけど、とはいえやっぱり最後時短で締めっていうのはなかっこつかないですから。ミリアちゃんも今ちょいプラぐらいちょっと勝ってるでしょ。このままいけば2人トータルプラスも十分ありえます。今日は割とあの安心できる形からのもう当たりが多いんで、ちょっとヒヤヒヤしながらの当たりを見てみたいですね。うわーこれどうだ、なくはない、なくはない、どうだどうだどうだ、ビロ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 ーンっていう。熱いの全部そのままちゃんと当たってますもんね。3の3ですよ。逆に言うとそんなだからね、特別にぎやかじゃないのよこの台は。でもしっかり刺してくれるから、いや、 やる気が違うというかもう球出したがってるよね完全に。擬人内か、羽羽羽のゲージ行け行け。うーんやりたい、あれやりたい。なんかちょっと騒がしくなってますね今。187、250ぐらいまでまた当たるんじゃないかこれ。ほらもう少しずつやる気が出てきてるもん。だからこれ当たってもおかしくないって、外れたらへこむぐらいのやつはあんま出てこないのね。だからその時はちゃんと当たるんだよきっと。うわーなんて言ったら金エラだぞ。おいおいおい、あの一番偉いやつじゃん。いやでもこれ1個じゃ怖いね、これだけじゃ。でこっからまあなんかね、新花のキーゾーンとか、まあ、キセルからはもう当たるんだけども、いやまだ弱いまだ弱い。おおいいよ骨で、こっからこっからこっから金絡め金絡め。これだからもう外したらちょっとへこむレベルのやつになりましたね。いやーある、サボタンからの、しかも攻撃絡んだ。 OK OK OK。 あーでもここ赤っすね。ああ赤保留になって、わわもうなんかいろいろ起こってる今。言った通りになってきたな。いやもう立派に、おおミリアさんも今だった。僕の方もこれはもう外れたらへこむレベルまで育ちましたね。今のピカピカっていうタイトルはデフォルトなのかな。これこのリーチ見るの実は初めてなんですよ。めったに出ないから。え、プチュンってなった。プチュンはデフォルトなの、どうなの。いきます。いやーいやー4回目の当たり、よーし189回転目。いやー当たり軽ー今日だ。ここはもう取んないと。2連続時短、あー気持ちいい、あー気持ちいい、あー気持ちいい、あーいくぞー。同じ画面だ同じ画面だ、いくぞーいくぞー一緒にいくぞー。うわーわーわー、おいよー、いたいた、うわー2人いった、勝った勝った、今日勝ったぞ勝ったぞ
よし、ついに、ついに矢吹町に還元できる。再び持ち玉9先発超え。もう皆さん分かってますね。まずはオキパチ、前半はオキパチ、おそらくこれがケージの攻略法です。さあオキパチ、前半で決まれ。104回転で止まってますよ今。いけいけいけ、長い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 、あーダメだった。あー蝶々また出てきた。ダメか、900切りました。もう蝶々が1羽しかおらんけど当たれ。まだ96のまま。面白いよマジ。当たったら笑ってしまうよねなんか。いやここはちょっともう10くださいよ、今日2強すぎて2ラウンド。煽りもう一回来い。うわー、もうまた2引いちゃったよ。置き場所は2ラウンドによるな。まあいいです、見せかけて、はい、ないか。まあ当然このまま置き場所で、まあさっきと流れは一緒ですね。一発目2ラウンド取っちゃったけどでしょ。パチ中1対1だもんな。10と2が残り90。うーん、さっきみたいにうまくはいかんか。じゃあまた残り78になったら引き掛けいきましょう。79 80、あ、じゃあ78、なんで今増えたんだよ。はい、引き掛けに戻したというか出番です。ケージとりあえず縄文行こう。むっちょ、うわーダメ、残り58、点滅保留、煽りも一緒に絡んで保留、これああおっかー、取れしまったけど、どうだ、煽りは弱い。あーダメかー、ちょっと怖いっすね。いえ、攻略できたつもりができてないの、ケージ。もう一丁、とりあえず縄文。あーまずい、買おうか。残りもう30切りました。ちょっと止めます、ここで置きパチ。残り20置きパチでやる。もうね、今日は置き鉢ありがとうですよ。まあここまで出玉作ってくれたら置き鉢ですから。さあ残り16回転で止まってるぞ、奇跡の置き鉢。あーダメだ、残り10、いやー ST が下手くそだな。7で止まってる、奇跡よこれ、来い、置き鉢。
終わった諦めんな諦めんなああ終わったケージ難しいなーいやーもう読んだと思ってたんですけどね流れを完全に読んだとなかなか持ち球が1万発超えないですねまあいいですまだミリアちゃんも当たってるしまあ2人トータルのプラスはもう間違いないでしょう。うわ、椅子が超下がった。うわわわわわわわ、超超触れた。椅子下がった瞬間触れた。椅子下がってグーってグーンってなる。震えたな。青堀だけどちょっと期待できますね。いやー来ないかまあでも疑似るでしょうここは強い方の疑似連まあでもまだだなまだ別に外れても全然おかしくないキンだ赤になれ緑かさあ疑似さんー198回転目ビリビリ来たようおー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 なんて書いてあった今全然分かんなかったよ書いてある文字が本畜生みたいなこと書いてあったけどこい来いあーダメだこれはちょっと怖いね金が絡んでいるとはいえですうーん重要なのは全然絡んでないですねと思いきやうん赤だなくはない感じに合ってきてるないや勢いはあるこの台勢いはあるから当たってもおかしくない割れろ割れろあーないかーいきますあーなかったか初めてでもこうなんかちょっと当たってもおかしくないでもまあちょっと怖いなぐらいのが来ましたねもうデカらしですこの場そういうリズムが変わっちゃったらもう終わりうわまだ続いてんのわあかっこいいビリビリできたマジかあーただの疑似連かあーでまたビリビリだ男前行くんじゃないこれあーでも疑似参加もわーわーわー金まで行ったわーなんだなんだなんだ全く期待してなかった変動がなんか急にバン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 大きく出たぞおー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 捨て丸攻撃なんだ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 今5510ですねまだそんな溜まってない今ので6500になった、まあ、7000は超えないとって言ったらまあ6867今でもう一声ないとまあ厳しいですねどっちにしてもキセルはなし
クマと酒飲むやつだ。あーまあまあ弱いっすね。あ、岩見来た。うわうわうわ、7900までいった。うわ8000超えたら激アツなのに。さすがに厳しいか、変われないよな。なんかの間違いでズドン。いや、やっぱ完全にもう流れ変わってるな。こっちはぼちぼちやめるかね。よし、じゃあやめます。お疲れ様でした。お見事。記念すべき初勝利です。本気を出せと言われればね、やってやれないことないですよ。簡単でしたね。いや簡単簡単。最初にさガツンって、じゃあ1回目第1回目第2回目でさ派手な勝ちを飾りましたって言ってもさ、それはそれつまんないじゃないですか、うん、やっぱこうやってちょっと苦戦した感じを見せつつ、こうやってポンと浮き上がってきた方がドラマがありますから、はい、やれと言わればやりますよ。いつでも勝てる、そういう余裕でやってますから。しかしこれでミリアちゃん3の2で勝ってない？はい、2連勝です、ね、今日は結果がミリアの結果が、はい、投資が4125玉で、4125、はい、回収が15715玉、ってことはサダマが11587玉になりました。オーケー、一万発超えか、サダマで。いやお見事でした。初当て全部で4回？4回です。さあ、そして僕が、投資が少なかったですね。1625個で回収が、7125個なんで5500個のプラスでした。2人合わせて1万5000個以上のプラスですよ。やっと進みました。明日の矢吹、これを元手に番組のポスターを作ります。わかりやすいのは矢吹の名産を載せて矢吹町に寄せるか、明日のジョーに寄せるか、どっちかだと思う。いやミックスさせる方がいいと思います。おうおうおう、明日の矢吹の世界観で、うん、矢吹町を表現する。明日のジョーの世界観でってこと、はい、明日のジョーの世界観で矢吹町を表現する。一緒に名産が映る。じゃあ例えば僕映ってたとして、背景とかどうしたらいいと思います？背景は矢吹町の夕日が綺麗な写真、うんうん、俺も夕日のイメージでしたね。そうなんだよね、もう本当に僕も夕日一番いいのは、夕日をバックにちょっとしたなんかこう河川敷みたいなところを走ってるというか、うん、シルエットだけ、そうそう、なんならシルエット、ね、シルエットだけこうあって、で夕日があって、これからあったかくなるんでボクサーパンツで何言ってもらってボクサー、ロードワーク行くときボクサーパンツ履かんから、ね、金髪先生のオープニングでもそんな人いない。すべてタンクトップ着てる。あ、でも今一致しましたね、そう、世界観はね、ジョーはなんだっけ、歓迎歓迎格好して。なんか髪ないかな、これ、うん、どうしてもお金がなくなった時に使おうと思って撮ってます。アマゾン30日間無料。もうお金がなさすぎて家にこもるしかない時ね。これやと思って大事に撮ってます。で例えばさ、ここにこうやってあの夕日がバーッとあって、で走ってる姿がこうあって、でここにタイトル明日の矢吹で、なんかこう映画みたいな主演モーズミゲンズブールで、まあその制作のところに柴さんなり城さんなり、ね、渡辺さんなり久米さんなりの名前が入ったり、まあミリアちゃんもなんかこう助演みたいな感じで入ったりとかで、どっかにやっぱりその収録協力マルハン矢吹店、うん、で URL かなんか貼ってる。あチャンネル、いいね、今これ見てきてきました。まあ映画ポスターベースですね。そうそう、あ、じゃあそっちでいきますか、そっちの感じで。でももう見た人がこれ何なんだろうって思わせるってことですか。 あれなんか矢吹町なんか映画撮ってんのって思わせるぐらいの山頂ね。あーあーオールイズね。あーな、あれいいな、
もう適当に出てないけど有名人の名前とか入れといてもらっちゃう。それなるほど。じゃあまあどっちにしろ夕日の素材がいりますね。そう、三重町の夕方の風景。わかりました。じゃあちょっと僕もシャッターチャンスを狙っておきます。でもし僕がその、まあ、月に1回しか昼行かないからタイミング悪く今あくびしてた。今してたよな。なしてない。矢吹が来た。いやいやいや、そんなに退屈か矢吹の話。いやいや楽しいよ。今から行こうみんなで矢吹の話。電車何回乗り継いで行けばいいですか。電車じゃ無理だよ。じゃあそれで行こっか。はい。で、おかみちゃん、とりあえず夕日のシャッターチャンスを逃さないようにしてます。それで、僕もその月1回しか行かないんで、うまいことその取れないようであれば、あっちにその住んでる方とか、うん、それこそホールのスタッフの方とかにお願いして、うん、いいタイミングでちょっと夕日を抑えてもらうように。そうですね。言っておきます。わかりました。じゃあ、そんな感じでポスター制作は進めていきたいと思います。諸角家の、ね、メンバーでデザイン案を出し合った番組のポスターを作って、多分次の収録の時には、まあ、まだもちろんできてないと思うんですよ、まあ、実際多分その皆さんにお披露目できるのが自治会ぐらいかなになると思います。でそれができたら1回目に登場してくださった居酒屋つむぎの お母さんのとこ行ったりとかして、いろんなこう飲食店とかそういうお店に貼っていただいて番組の知名度を上げていこうと。だからあれよ、主演諸角ゲンズブールの横にミディアって名前入るよ。すいません、いや全然ね、星野源新垣結衣みたいなね感じになるから、これはもうどん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 活躍していただいて、今後も、はい、3の2で勝ってるから、で僕がこれで3の1でしょ。問題次ですよ、ここで勝って、まあ、最初の半年ぐらいはもうそのポスター編である程度決着つくと思うんです。だからこのあとどん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 実際にまた違う形で矢吹の町にお金を落としていければと思いますんで、また次回以降も気を引き締めて頑張っていきたいと思います。さあ、というわけで今回の明日の矢吹はこの辺でお別れです。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。よっ、あー来た、 V 振らしますね、来い、やーい。これマジである、これはマジである。なんかの間違いで当たれ。